赤羽国土交通大臣。ご質問大変ありがとうございました。ドローンの利活用で障害者の皆さんたちが社会参加できるという視点というのは大変大事だということを改めて認識をさせていただきました。残念ながら現状はですね、そこまでドローンの利活用に関する環境は整っておりませんが、今ご紹介いただきましたプロップステーションの理事長のナミネは、私地元ですしも大変親しくしてて、プロップステーションの立ち上げの時からもずっと関わってますが、全くユニバーサルドローン協会を作ったなんて全然知りません。今年まだ1日しか神戸に帰れてませんので、しっかり連携取りながらですね、これからさまざまなことを法整理、この法案成立した後にですね、早速そうしたことを着手しなければいけなくなりますので、先ほど局長が答弁させていただきました、さまざまな有識者会議、検討会で、当事者の皆さんにも入っていただいて、なかなか健常者では、なんていうか、アイデアとして出しにくい、そうした角度でですね、どしどしご意見を寄せていただきながら、そうしたものは最大限、このドローンの、なんていうか、利活用の推進のために、活用させていただきたいと思いますので、ぜひ引き続きのご指導をよろしくお願いしたいと思います。木村君。ありがとうございます。これで質問を終わります。